はい、秋ゲームズです。新玉の谷の地方伝説隠しアチーメント石章純学福音の達成方法を解説したいと思います。まず現地に向かいます。石章の石垣の東ワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて北東方向に向かって飛んでいくと航路が3つありますので、一番左にある航路の左側を通って進んでいきます。航路の横を通り過ぎ、足場の端から飛んでいき、すぐに左を見ると下の方にビシャップが2体いますので近づいていきます。見た目は普通のビシャップですが、地方伝説ボスとなっていますので通常よりもかなり強い敵となっています。戦いながら注意点などを説明していきます。パーティー編成としては、シーゾキャラは必ず1人は入れるようにしてください。火力が高いというのもありますが、シーゾを張っているとダウンを取れる場面があるためです。しばらく戦っていると2体が遠くにジャンプしてから突撃してきますので、その時にシーズを張っているとダウンを取ることができます。突撃攻撃は定期的にやってきますので、シードでダウンを取れるっていうのを知っているだけでもだいぶ楽になると思います。シード以外でおすすめ編成は、雷、水、草を入れた超開花パーティーとなっています。ビシャップは岩耐性が一番高く、それ以外は身にまとっている属性、今だったら氷と炎の属性の耐性が高くなっています。風元素と草元素に対しては常に普通の耐性となっていますので戦いやすいと思います。口から噴射攻撃をしているときは後ろに回り込むと一方的に攻撃をすることができます。この噴射攻撃も定期的にやってきますので、やりだしたら後ろに回り込んで攻撃するようにしてください。紹介カパーティーがおすすめなのは、ナヒーダはほとんどの人が持っているのと、それ以外は星4キャラの編成でも十分戦えるためです。紹介カ以外では妖怪パーティーや蒸発パーティーでやっていくのもいいと思います。このビシャップは常に炎と氷をまとっているようですので、炎キャラ、水キャラ、氷キャラを編成しておくと妖怪や蒸発でダメージが上がります。ただ氷と炎に関しては片方のビシャップに関しては耐性が高くなりますのでダメージが入りにくくなります。ある程度育成が進んでいる人であれば好きなパーティーで戦っても倒せると思います。最後の注意点は、2体をほぼ同時に倒す必要があるという点です。上に出ている2つの体力ゲージを見てできるだけ均等に削るようにしてください。これからわざと片方だけ倒してどうなるかをお見せします。倒すと2体のビシャップの間に線がつながって復活の準備が始まります。アチーメントを達成するためにはこの線がつながっている間にもう1体も倒す必要があります。しばらく経つと倒された方が復活して体力も少し回復します。注意点は以上ですので、ここからアチーメントを取りに行きます。上の体力ゲージを見てできるだけ2体同時に倒せるように注意しながら削っていきます。噴射攻撃をしてきたので後ろに回り込んで攻撃をしています。先ほど説明したように1体倒した後の線がつながっている状態で2体目を倒すとアチーメントを達成することができます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、 TikTok、Twitch、X、ブログ、コラボも見ていただけると嬉しいです。